2012年鈴鹿 300km スーパー耐久は日本国内で行われる自動車レースの1カテゴリー。市販の4輪車両に改造を施したマシンで勝敗が争われる。STX クラスのスリーボンド日産自動車台、学校 GTRST-3 クラスのペトロナス TWSGS350 スーパー耐久は市販車を改造した車両によって行われる。 ツーリングカーレースである。類似のカテゴリーにスーパー GT があるが、スーパー GT では外観デザイン以外市販車両に一切由来しない、純レーシングカーや魔改造と呼べるマシンが多く走っているのに対し、スーパー耐久のクラスの多くは市販の量産自動車に対し小規模の改造を施したマシンとなる。ただし近年は、スーパー耐久でもグループ g t んや TCR のように、 メーカーが市販車から大規模に改造して公認を受けたレーシングカーも参戦できるようになっている。スーパー GT に比べると個人規模のプライベーターチームが数多く参戦しているのが特徴。自動車メーカー系が参戦する場合もあるが、その場合は勝つことより人材育成や車両開発が目的である場合が多い。また車両クラスが多く車種のバラエティに富むことから、 偉大なる、草レースの別名で知られ、エスタインの略称、愛称でも親しまれている。車両規定は、日本自動車連盟の定める JAFN1 を基本とし、ベースとなる車両は、FIA、JAF グループ N、または A として公認されているか、JAF 登録車両、または、ストが認めた車両として登録されていなければならない。市販エアロパーツやレース用ブレーキの装着を、 認めていることなどから、現状では JAFN1 には合致せず JAFNE として独自の車両規定で開催されている。ST2ST5 クラスの改造範囲は狭く、市販車に近い状態を強いられる。例えばなど、様々な面で市販車の性能を大きく逸脱しないようになっている。安全上の理由から装着するロールケージについては安全性向上と、 車体合成アップのため溶接止めされるほか、車体自体も溶接によるスポット増しを行う。また、安全面の観点から、車体の補強は一定範囲で認められている。レース形式は5 0 0トルまたは規定時間内の周回数による耐久レースとなっており、2から3名のドライバーによる走行と最低2回のピットストップを行わなければならない。 5 0 0トルレースの場合、レース時間は3から4時間にも及び、カイ1やフォーミュラ日本のレース時間が通常2時間以下、スーパー GT でも2から3時間程度であることと比べても、スーパー耐久の戦いは長時間に及ぶこととなる。スーパー耐久を象徴する、もう一つの特徴として、カイ1やスーパー GT など他のモータースポーツで頻繁に見られる、いわゆる ピットストップでの人海戦術が使えないという点が挙げられる。例えば、タイヤ交換は2名、その他の作業は4名までしか携われないという規定があり、これはワークスチームとプライベーターチームとの格差をなくし、どのチームも対等かつ互角の条件で戦うための措置として設けられたものである。ペトロナスシンティアムメルセデス SLSAMG。 GT31990 年に発足した N1 耐久シリーズが前進。当時は FIA の定めるグループ N 規定に準拠した JAF 制定 N1 規定に属する車で争うシリーズとして開催されており、参加するドライバーもアマチュアとプロの中間レベルのドライバーがメインだった。しかし、百九十四年に全日本ツーリングカー選手権がグループ A 車両による 耐久レースから、チューリングカークラシー車両による、スプリントレースに移行した以降、JTG に参戦していた、トップドライバーやチームが、N1 耐久に参戦するようになり、レースのレベルが大きく上昇し始めた。1995年に、耐久レースという過酷な状況に、多くの市販車が対応できるよう、ウィークポイントをカバーする改造を認めたことから、N1 を超える。 N1 という意味でシリーズの名称をスーパー N1 耐久と解消。1998年に市場の活力をレースに取り込もうという発想から市販エアロパーツの装着を可能にする等自動車アフターマーケットとの連動を主眼とするレギュレーション改正を行った結果、便宜上 N に規定へ移行したためシリーズ名称から N1 の文字を外し、 現在のスーパー耐久に再度を解消した。2002年にはレースに参加するチームで構成される N1 リーグとレースプロモーター、サーキットで構成されるスーパー耐久協会との対立が表面化。一部のスポーツ新聞では内紛のタイトルで対立の表面化が報じられたが、その後両者の話し合いによって新たなシリーズ統括組織として スーパー耐久リーグが発足。それまでは主催者側のみで構成されていた連合組織にこの時からエントラント側の代表者が加わることになった。2005年には STL の内部機構改革に伴い組織名称をスーパー耐久機構と改めた。また同年、チーム団体である N1 リーグの代表者選出方法をチームからの推薦に変更。 新たな代表者が選出され、新体制となった。その翌年である2006年からは新体制の組織名称を N1 リーグからスーパー耐久エントラントリーグに改め、アマチュアリズムに徹したエントラント支援組織とした組織骨子の原点回帰を行った。なお、あくまでもストはシリーズの統括組織、ステルはエントラントの支援組織である。2000年代後半に入ると、 海外進出を念頭に置いた動きが目立ち始め、2007年9月には韓国の大白レーシングパークからの招待を受ける形で12チームが同サーキットで行われる韓国チームとの特別戦に参加した。そして2010年にはノンタイトル戦という形で初の海外戦をマレーシアセパンサーキットで行う予定だったが、初般の事情により中止となった。 2011年もアジアラウンドとして韓国、中国で参戦を行う予定が組まれていたが、東北地方太平洋沖地震の影響により、レース日程が大幅に変更され、最終的に福島第一原子力発電所事故の影響も受けた、結果前線が中止となっている。この年より横浜タイヤのワンメイクとなった。2012年は新たな試みとして、 STGT3 クラスについてのみ、第4戦を選択制とした。同クラスのエントラントは、岡山国際サーキットでの通常のシリーズ戦以外に、その1週間後にセパンサーキットで行われる12時間耐久レースでも、シリーズポイントを獲得できるとされた。2013年は、インジェスピーディウムでシリーズ戦が開催されたについては、現地オーガナイザーとの交渉が不調に終わり中止。 2012年第5戦では、スーパー耐久発の死亡事故が発生したため、これを踏まえ、2013年からはハンズを着用する、レギュレーションが採用された。2018年からタイヤ供給元が、ピレリに変更され、シリーズ名も、ピレリスーパー耐久シリーズとなった。2019年からは新たに、アジア地域をターゲットとした、スーパー耐久アジアを発足させる。 スーパータイのアドバイザーでもあるアレックス・ユーン、マーチー・リーの二人が中心となり、香港に事務局を置き、アジアのエントラントに対するレギュレーションや参戦方法などの案内を行うほか、将来的には日本国外でのスーパータイのレース開催も予定している。2021年からはワンメイクタイヤの供給元がハンコッ国タイヤに変更される。スーパータイは、 排気量や駆動方式により複数のクラスに分けてシリーズが展開される。なおディーゼルエンジン搭載車とは異なりガソリンエンジン搭載車のターボ装着車については排気量に対しターボ係数として1.7を乗じた値をクラス分けに適用する1.7イコール 3400cc をクラス分けの基準とするこの場合は ST にクラスとなる。また原則として 純粋なに座席車両での参戦は不可。特任を受ければ参戦可能だが、日本国内での新車価格が1200万円を超える車両は特任も認められない。このため、いわゆるスーパーカーを用いた参戦が事実上困難となっており、より量産者による戦いの色彩を濃くしている。一方で、 2021年より一部クラスでメーカー開発車両の参戦が認められるなど自動車メーカーによるセミワークス的な参戦も見られるようになっている。なお、都との特任を受けることでレースバージョンでの参加や本来の排気量や駆動方式によるクラス分けに該当しないクラスへの参戦も認められることがあり、その結果同一の車種が複数のクラスにまたがって参戦する場合もある。 2005年より、クラス名称が改められ、従来、クラス1から4と呼ばれていたクラスが、ST1 から4、グループ N と呼ばれていたクラスが、ST5 にそれぞれ改められた。また2006年には、ST5 の代わりに 2000cc 以下の2、座席スポーツカーを対象とした、ST、スポーツクラスが新設されたが、実質的に同年限りで消滅している。2010年には、 ST5 の名称で新たに 1500cc 以下の車を対象としたクラスが設けられた。また2011年からは新たに国際自動車連盟のグループ GT3 規定に基づいた新クラス STX が設けられるほかワンメイクレースの開催支援クラスとなる STA クラスが新設されたが STA は2013年限りで消滅した。 2017年には後述する STTCR 及び STZ クラスが新設されたほか、2021年には s t q クラスも加わり、2021年時点では ST1、2、3、4、5、X、TCR、Z、Q の全級クラス制となっている。なおスポーツランドスゴなど一部のサーキットでは全クラスをコンソートすると、 コース上の混雑が激しくなる等の理由で上位クラスと下位クラスを別グループとしグループごとに決勝レースを行う場合がある。ST1 クラス以下の5クラスは規定により7台未満の出走の場合は上のクラスに統合される。ST5 は ST4 に、ST4 は ST3 に、ST3 は ST2 に、ST2 は ST1 に、 ST1 の場合はクラス不成立となるが、大会において、総合順位での賞が設定されていれば参加できる。2020年シーズンは、2019年、新型コロナウイルスの影響から、当初発表された日程から、大幅に変更されることになった。また2021年1月23日に、開催予定となっていた、最終戦は感染拡大により中止に、 第5戦までのランキングでシリーズチャンピオンが決定することになった。2011年シーズンは同年3月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響などから当初発表された日程が大幅に変更されたため変更前と変更後の日程を併記する。またその後も福島第一原子力発電所事故の影響から 中国ラウンドが事実上中止されるなど、断続的に日程変更が発表されている。スーパー耐久のイメージガールは、スーパーガールズと称している。毎年ユニットを結成し、レースの PR 活動やオリジナルソングの発表など、幅広く活躍している。ありがとうございます。